神僧は北僧の第四代皇帝。父は第三代皇帝神宗。実母は神宗側室の李神妃。神宗の皇后が着母となり、同じく側室の秋江太后の下で養育された。1022年、父の神宗の宝御に伴い幼くして即位した。着母であった、昭婚、明祝皇后のもと、1033年まで。 水連調整が行われる。マイナ資質を持った皇帝とされ、多くの人材を登用した。当時は、分子主義に偏重して、軍事力が弱体化しており、成果などの圧迫を受けるなど、対外的には危機的な状況が続いていた。人層は、層の常備軍の強化などの軍事力の増強を行う。一方で、成果や量に対しては銀をはじめとする貢ぎ物を送る、ことで、 友好関係を維持する外交を展開した。しかしこの財源を確保すべく、重い不税を民衆に強いることとなり、農村の荒廃と民衆反乱を引き起こしている。不安が高まる社会を改革すべく、改革を求める党派も出現し、後の新法、旧法の争いに代表される権力闘争の原型を形成した時代でもある。1063年、死守がないまま病死し、 重視にあたる永遠層が定位を継いだ。人層の知性の時代は、喜び歴の地と称されている。長母は、徳品誘氏。長母は、小説機被内氏。長朝日母は、三つるに衆氏。ありがとうございます。